お邪魔いたしますわ。<laughs> ご機嫌はいかが <laughs> 今日はとってもいい子。私のものだってこと、理解できたかしら <laughs> それはそうよね。私の愛が散りばめられた、この素敵なお部屋に一年もいれば、さすがの鈍感なあなたも気づいてくれるわよね。 私を申した像に、私がいつも囁きかけるサウンド。つければ私のすべてや素晴らしいところを永遠に実況し続けるテレビ。<laughs> その他のものも、ぜーんぶ、あなたのために用意したの。私の心を射止めたあなたのために。<laughs> あなたをここに置いておけるだけで幸せ。<laughs> さあ。 甘いキスをくださらない釣つ <laughs> れないのねまあいいわ今日はまた別のお話を持ってきたのねえ今日は何の日か知ってる <laughs> そう怯えないで私との記念日じゃないわ 前に忘れた時はお仕置きしてあげたのがちゃんと聞いてるのね。えらいえらい。そうよね。愛する人との記念日を忘れられたら自分を苦しめずにはいられないわよね。ま、それは置いておきましょう。今日はね、クリスマスよ。 サンタさんがいい子のところにプレゼントを持ってきてくれるのあなたもここ最近はいい子だったから私がサンタさん代わりでプレゼントを持ってきてあげたわきっとあなたも気に入るでしょうし選んで一つは私との婚姻届けほらあなたと結婚はしたけど ちゃんと書面上ではしていなかったでしょうそれじゃあ世間に認められたとは悔しいけど言えないから。だから改めて。結婚しよう。甘い甘い。とろけるような。クリスマスウェディング。<laughs> それともう一つはね。あなたの戸籍よ。 ほら、覚えてるあなたがわがままで私に振り向いてくれないから戸籍消しちゃったって。それで悲しそうにしてたでしょだから、ほら、ここに。あなたの戸籍を復活させてあげる書類と、賄賂用の小切手を用意したわ。これで今日にでも戸籍は元通り。あなたはちゃんと日本人に戻れるの。 それで、どうする婚姻届か、戸籍か。さあ、ゆっくり選んでいいわ。へえ、戸籍本当にそっちでいいの 正解。何こんなに愛してあげてるのに自分勝手なのね。そんな夫は嫌われるのよ。まったく、結婚を選べば戸籍だって復活させてあげたのに。あはぁ、知らない <laughs> まああなたは知らないわよね。結婚するには戸籍が必要なのよ。 だから、結婚するなら戸籍も復活させてあげたんだけど。<laughs> あなたは選択を誤った。さて、どうしようかしら。また私を愛するように洗脳する それとも私と濃厚ベロチューしないと激痛で萌大苦しむお薬飲むそれか手足を縛って鬼ごっこでもするそれとも、私を騙した罰として、自分が弱い存在だって体に叩き込もうかしら あなたに禁止管剤を飲ませて力ずくで押さえつけて、無理やり怪我すの。私のありとあらゆるもので汚してマーキングすれば、ちゃんと理解できるかしら。<laughs> 震えちゃって、かわいいわ。あなたのその表情、ゾクゾクしちゃう。私、 今、すっごーく怒ってるの。だからね、問答無用でやるわね。ほら、さっさと禁止管剤を用意して、この子にお注射してあげなさい。<laughs> すぐに良くなるから、期待していて。いつものやつだけど、最高。 こうのクリスマスプレゼントにしてあげる。あ、う、あ、ん、ほら来てくれた。さあ、抵抗はしちゃダメよ。そうそう。あなたを弱々の雑魚にしちゃうお薬が、腕からチューって入っていくわ。そして。<laughs> もう力が入らない。ほら。 両手で恋人つなぎしても、ベッドに、グイーって押さえつけられても、こんなに体をぎゅーってしても、あなたは抵抗できない。わかったお金は力、あなたは力に負けたの。こうして、私みたいなお嬢様に負けたのがいい証拠。 <laughs> それじゃあ素敵なクリスマスにしましょうそして今度はあなたからクリスマスプレゼントが欲しいわそうここ期待に膨らんだここから <laughs> 体は正直なんだからさっさと降伏しなさい。 それじゃあプレゼント交換子しましょう。<laughs> <laughs> 大好きよ。